我が名はアルマ。カナンの地を守りし者。仲間を傷つける奴は絶対に許さない。俺に挑戦する愚か者がいるようだな。魔術の力、見てみたい？豪華で全てを焼き尽くす。支援なら私に任せて。自然の恵みを全ての命に。闇夜に輝く刃、影のごとく振りかざす。伝説の宝物を見つけよう。どうしたの、イーシャ。お、姉様。なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいるの？まだ少し息をしているわ。私は村に戻ってみんなを呼んでくる。イーシャはここで見守っていて。深い眠りの中、あなたは女神が創造した夢によって見る。箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。ここをタップするとスキルを発動できます。ほう、アルマが見出した使いか。千年もの時が過ぎ去っても未だその意志が残る。やめるんだ、エルンスト。だがもう何もかも手遅れだ。神の力を超越したこの私には、あのアルマでさえかなうまい。お前、箱の力は人間が制御できるようなものじゃない。箱が暴走すれば、このカナン諸島も無事では済まないんだぞ。さあ凡人よ、自らの愚行を恥じ、対価を支払うがよい。そこだ。いざまずけ。貫け。いざまずけ。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。
くない未来、あなたはエルンストと出会うことにな。よかった、目が覚めたんですね。夢の中で俺はレダ族の王者を務めるオードだ。彼女に感謝するがよい。砂浜、怪我は大丈夫そうですね。でも何日かはゆっくり休養する必要。感知したら早速ここを出て行ってもらうぞ。あの、すみません、私のおじさまは悪い人ではないのです。あ、疲れていますよね。まずはここでゆっくりや。さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得しました。どうやら怪我は完治したみたいだな。うん、レダ族のあの女の子に感謝しなくちゃ。そうだな、しっかりお礼を言っておかないと。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。決まりだ、ほら貫け。一戦一戦新しいカードを獲得しました。早速見に行きましょう。